急に縦になっちゃう。麦茶だって、うん、半分しか見えてないね。やばもうやだ、なんで電波めっちゃ悪いんや。電波がねめっちゃ悪いんですけど、超途切れちゃう。イエーイ、こんばんは。今何時だろう、すごい遅れちゃったけど、9時半、うん、9時半くらいまでやります。大事微妙な角度、夏っぽい。いや暑いんですよ、めっちゃ。ペンライトの色は赤です。赤ですよ、赤赤。半袖寒くない？めっちゃ暑くて、今日今日めっちゃ半袖で暮らしてる。今日暑くない？なんか暑くてちょっと半袖です。前髪切りました。昨日の夜配信終わってすぐ切って、即切った。でもね、普通に失敗した。最悪なんだけど、大事なイベント前に。まあまあそんなすごい失敗はしなかったけど、地味にああみたいな、ちょっと癖のもあると思うんだけど、まあまあまあ短くなったんで良いですね。え今日暑いよね。今日ヒートテックにトレーナーになんか上着みたいな風に暮らしてたけど暮らしてたけど、暑すぎてやばかった。ソログラビア2回目だよね。まあそうですねそうですね、 AKB 新聞さんでは初めてですけど、ソログラビアは2回目ですね。一度ね、していただいた。どういった今14度。そうグラビアね、48タイムズさんの公開されました、今日の18時。見てくださいましたか？あのね、そうそうそう、10カットで合計あるので、どれがお気に入りですか？お気に入りいいよね。オフショットもいただけましたので
マネージャーさんに聞いたらたくさん撮ってくださってたので、少し載せます、またどこかで。でも雰囲気違った。本当ですか？いつもがどんな雰囲気か分かんないけど。と。メールで送った方がいい。でもそんなないけどね。そんな数枚ですけど。どこで載せるべき？メール？こういうのどこで載せるべき？オフショット。どこだったら見ます？まあいろいろ載せますよ。メールで送る。そうね。まあまあ何枚かあるのでいろいろ載せます。確かにね、有料だからね。まあそうだね。に無料で公開されてるのは2枚ですけどね。会員になっていただけるますと、はい、全カット見れますから。まあツイッターとインスタにちょこっと載せてって感じで。確かにツイッターは拡散になるだろうからね。メールとかで載せて、まあ枚数見てですけど、メールで送りつつ、ツイッターとインスタにちょこっと載せます。え、全然水着じゃないですよ。全然ヨガウェアでした。ヨガウェアを着てほしいって言われて、あとね、もう一つ、そうヨガウェア着てほしいって言われて、ヨガウェアも何個かあって。衣装さんが押してくださったのを着ました。絶対これがいいみたいな、これ着てほしいって言われたんで、あれを着ました。ね、いいよね、なんかいいっすね。ヨガウェアなんて初めて着ました。強い女感が強いなって思いました。最近痩せました？え、本当ですか？本当ですか？いや、そう言っていただけたら嬉しいんですけど、わかんないですね。でも私は食生活を最近直したんですけど、まあ結果がそんな出ずって感じで。わかんない、体重とかもわかんない、見た目がちょっと変わればいいなぐらいで、ちょ最近気をつけてはいるんですけど、体重全然測んないからね。え、本当？嬉しい。なんかめっちゃパッツン、やばい、めっちゃパッツンです。めっちゃパッツンやる。めっちゃすごい体勢でやってるんだけど、こんな体勢でやってる。普通に座ってる。それでヨガウェアと、あともう一枚の衣装、めっちゃ可愛いですよね。あ、栄養ドリンク今日買いました。リポビタンファイン、これはいつ飲むのが正解、今飲んだ方がいいか、寝る前とかはダメか。ちょっと飲みます。ちょっとめっちゃ疲れたんだよね今日は。やばい、足がもうパンパン。やばいです、今日はめっちゃ疲れた。今日しっかり休んで明日に備えます。これよく飲む、コンサート前とかよく飲む。お、おいしい。おいしい。うん、あのグラビア
髪が長い時だったからね。聞くの？わかんない。聞くんじゃない？ 聞くんじゃない？ ビタミン B タウリン。グラビアさ、ヨガウェアと、あと一パターンは、本当は私服で撮影の予定だったんですよ。で、私服持ってったんだけど、結局、あの衣装、2枚目の衣装、スタッフさんがすごい勧めてくれて、これ絶対似合うみたいな、着てほしいって言われたんで、あの衣装着たんです。私はなんか、まあ、あんま着ないよね、暑かったから。え、本当ですか？みたいな感じだったけど、絶対いいと思うみたいな、すごい 言ってくださったんで、あれを着たんです。いや、私は良かったです。私服がなくて 私服撮影じゃなくて、ああいう衣装の撮影本当楽しい。可愛い衣装を着れて、めちゃくちゃね、良かった。私服じゃ絶対着ないような服だからね、私は。あんまり選ばない系統の服だから。すごい勧めてくださって、可愛いよね、可愛い洋服。石尾さんにも「こういう服あんま着ないの？」って言われて、「あ、全然着ないですね、こんなの」みたいな「こういうのはあんまり着ないですね」って言ったら「絶対着た方がいいよ、絶対似合うから、こういうの絶対着た方がいいよ」って言われました。 ああいうのあんま着ないからね。そう、楽しかった。めっちゃ楽しい撮影でした。なんか、めっちゃ楽しかったです。すごいね 撮影してる時ね、めっちゃもう雰囲気良すぎて、カメラマンさんも石尾さんもメイクさんもめっちゃ撮影中に褒めてくれるんですよ。え、すごい綺麗とか めちゃめちゃ可愛いとかさ すごい褒めてくれてさ、めっちゃ楽しかったです。私が照れすぎて 変な顔ばっかりしちゃって。時間かかる、どうだろう、でもそんなこともなかったかな。撮影時間、めっちゃ楽しかったです。そう、あの日にいろんな人にいっぱい褒められて気分上がって帰りました テンション上がって帰りましたね そう、私な、そうです、そうなんですよ。という感じでした。嬉しい、嬉しい、ありがたいですね。今回もやっぱり前髪上げられましたね あ、15分だった。え？何の音？怖っ。41日目、褒めてください 私のこと褒めてください。やったー。楽しかったです。
もう9時だね。早い。眠くないですか？腰痛くないですわ、この体勢。めっちゃ眠い。でも昨日めっちゃ早く寝たんですよ、12時前くらいに。で今日6時に起きるつもりが7時半とかに起きちゃって飛び起きました。やばって。6時に起きたんだけど、なんか寒くって布団の中にこうやってこもって携帯見てたんですよ。そしたら寝てた。明日楽しみだね。やばい。おっとっとっと。茶髪に見える？ほんと？最高だったからあと1000回ぐらい見る。したいしたい。そうだね。雑誌。なんかこのこの間ビスさんの撮影もさせていただいて、 KB 新聞さんの撮影もさせていただいて、本当に楽しくてもっとしたいなっていう気持ちがさらに強まりましたね。だからこのなんかチャンスというか次につなげたいなって、今回で終わらずにってすごく思いましたね。うん、いやー本当にね、まあ、インタビューの時にもインタビュー見てもらったら分かると思うんですけど、インタビューの時にもすごいアピールしていたんで、また撮影したいですねみたいな。そうですね、なんかうんそうだね。いや嬉しい、嬉しいです。モデルさんのっていうのはずっと夢だったんですけどね。そうそうなんですよ。なんかそうね、あんま言ってこなかったタイプだからさ。おおお、最近こうやって撮影のお仕事させていただいてると、ああ楽しいね、楽しいねと思いますね。いやー嬉しいことですよ。ふふイエーイ。あ、いっぱいリクエストしておいてください。もう皆さんのリクエストも大きいのでね、ぜひ。めっちゃ吉田カレンちゃんのクラビは最高でした。もう何回でも見れます。次もお願いしますみたいな。そう攻撃してくれ。吉田カレンちゃんのクラビがもう本当に良すぎて、もう1万回くらい見ちゃいましたみたいな。めちゃめちゃ言いまくってください。いやそれ言い過ぎやろ、大げさやろってくらいに。ねえ、カブトムシとのコラボ、そんなダメですよ。今日カレンちゃんのサイン入りの新曲のポスター届いて、サイン入りの新曲のポスター、あれかな、前書いたやつかな、ネモハモの。今日めっちゃ晴れてる中、なんかフィルターかかってるみたい、照明。明日イベント楽しみだね、めちゃめちゃ楽しみ。
遠いですからね、出番が。リハーサルとかもあったけど、もうね、うん、そうですね、盛り上がると思いますよ。楽しみすぎてね、そんなに嬉しいよ、そんな楽しみにしてもらって。配信で見ますね。ありがとう、ぜひ見てください。カメラ、そう、アピール。髪の毛長い、ね、伸びたよね。めっちゃ跳ねてるけど、伸ばしたらこのぐらい、うん、ちょっと伸びましたね。今飲んでるから、その後何でいく、最高やん。今日久しぶりにアイス食べた。なんか、しかもイベントの前日に。久しぶりにアイス食べました。もう本当はアイスまんじゅうが食べたかったけど、なかった。もうを食べました。美味しかった。抹茶、抹茶アイス食べた。まつげが今日メイクするときさ、なんかいつもの癖でさ、ビューラー持ったりして、あ、ビューラーすんでいいやったって。で、マスカラしようとして、あ、マスカラもいいやったみたいな。感動しましたね。あ、めっちゃメイク楽になるやんと思って。こんなさ、だってメイクしてもさ、こんなまつげがさ、上がってるのが持ってるのさ、一日中持つとかさ、全くなかったからさ、今まで。嬉しすぎ。時短だね。